はい、どうも、順一です。今回はですね、ワードプレスのテーマ、チラフの、あなたのプロフィール部分の設定方法を解説していきます。プロフィールがですね、しっかりと設定してあると、チラフでは、記事の初めの方に、この記事を書いている人というのと、記事が終わった後に、この記事を書いている人と、2箇所にプロフィールを、出すことができます。で、初期の設定ですと、この写真も何も出てませんし、名前も、名前はなんか多分ユーザー名が出てます。あと、プロフィール文章とか何も出てない状態なので、このあたりをすべてですね、反映させるにはどうしたらいいかというのをやっていきたいなと思います。はい。まずはダッシュボードに行きましょう。はい。そうすると、まず、左のメニューに、ユーザーという、ユーザーメニューがあります。その中にですね、あなたのプロフィールというのがありますので、こちらをクリックしてください。はい。そうすると、プロフィールというメニューが出てきます。こちらをですね、順番で設定していきたいなと思います。まず、このニックネーム。こちらなんですけども、実際にこのブログ上で表示させる名前。ここがニックネームなんです。で、これ、例えばですよ。松原。順一と、ごめんなさい、順一と。なんかカタカナになりましたけど、これが、ニックネームとします。で、あと今度、ブログ上の表示名っていうところ、ここまで一応これに変えてあげないと、ここの部分が変わりません。なので、ニックネームをこれ入れて、ニックネーム入れたものがここで選べるようになりますので、ブログ上の表示名のところまで名前を変えてください。はい。で、メールアドレス。これは、皆さんのメールアドレスはそのままで OK です。で、次、ウェブサイト。ウェブサイト。これは別に、この自分のウェブサイトのアドレスですね。自分のウェブサイトのアドレスを、貼り付けておいて OK です。で、次、ツイッター。もしね、ツイッターをやっていらっしゃる場合は、ツイッターに行きましょう。でですね、ツイッターの自分のプロフィールのページ。自分の名前をクリックすると、https://twitter.com、なんとかなんとかっていう自分のプロフィールページの URL が出ますので、こちらをですね、twitter というところに貼ってください。で、同じく twitter ユーザー名、at よりも後の部分で、順一漫画って書いてあるんですけど、twitter はですね、この、アカウントがアットマークなんとかっていうのが発行されて、発行されているはずです。なので、このアットマークの後の部分、アットマークは不要です。アットマークの後の部分をコピーして、こちらに貼ってください。まあ、こちらと同じなので、こちらそのまま貼ってもらっても大丈夫です。で、次、Facebook。Facebook は、また Facebook 開けていただいて、自分のね、個人の、ちょっと待ってくださいね。個人の、こちらの URL ありますね。こちらを、プロフィールの、ここに貼ってください。で、Facebook ページ。Facebook ページは、もし Facebook ページもお作りであれば、自分の Facebook ページ。僕であれば、このブログマーケター11というページがあるんですけども、こちらのビジネス用ページのURL をコピーして貼ると。これなければいいですからね。もう Facebook とか Facebook ページ、Twitter もそうなんですけど、持ってなければ別に、ここは入力しなくても大丈夫です。で、次、Google Plus ですね。Google Plus に行っていただいて、はい。自分のプロフィールのページ行っていただいて、プロフィールのページの URL をコピーで、プロフィールの Google Plus に貼ると。で、YouTube。この YouTube なんですけども、YouTube の、ですね、自分のチャンネル、My Channel ってところを行っていただくと、はい、自分のチャンネルのこの URL がありますので、自分のチャンネルの URL をコピーして貼ると。で、あとインスタグラム。いっぱいありますね。今、インスタグラム。
はい、インスタグラムがあると、またインスタグラムのところで自分のプロフィール。おっと、なんか今出てこないですね。ちょっと待ってくださいね。出ないかな。あ、インスタグラムは今ちょっとなんか動いてないみたいですね。はい。じゃあインスタグラムですね。プロフィールのページの URL があるので、それを貼ってください。で、次、その下のあなたのサイトのドメインってあるんですけども、皆さんのサイトのドメイン、なんとか .com とかあると思いますね。僕だったら、純一漫画 .com とかあると思うんですけど、このね、ドメイン部分だけを入れてください。で、次、プロフィールの、プロフィールページの URL。これはまだ、プロフィールの記事を書いていない場合は、もちろん空欄で大丈夫です。はい。プロフィールの記事が書けたら、プロフィールの記事の URL をここに入力してください。次、プロフィール情報。ここにですね、自己紹介文。はい、ここに自己紹介文をバーっと書くようにしてください。あんまり長いとね、表示された時に、もうここばっかり長くて、なんか記事にたどり着かないと。いうことが出てくるので、まあまあ、多くても200文字、300文字ぐらいまでかな。300もちょっと多いかもしれないですけど、200文字ぐらいまでかなと思います。はい。で、あと、プロフィール写真です。ちょっと待ってくださいね。はい。プロフィール写真なんですけども、プロフィール写真は、このプロフィール写真、グラバターっていう方と、アバター、画像っていうところあるんですけど、この下の方の、はい、こっちの画像で選択していきましょう。はい。画像というところの画像の選択。で、また自分のパソコンから、何かね、良さげな自分のプロフィール写真を選んでいただいてですね、こうやって開くと。まあ、正方形がおすすめです。正方形おすすめです。で、選択と。で、あと、プロフィールを更新としていただくとですね、はい。今までこの殺風景だったプロフィールのところが、はい。このような感じで、自分の写真と名前と各 SNS へのリンクがこうやってボタンとして出てきます。あと自分の自己紹介文が入ります。これは記事の先頭部分と記事の終わり部分両方に出てきます。はい。でですね、これ別に記事の先頭と終わりに出なくてもいいわっていう方のためにですね、じゃあこのプロフィール部分を表示したり非表示に切り替えたりと、する方法を最後にお伝えします。ダッシュボードで行きましょう。外観からカスタマイズといきます。はい。そうするとですね、左のメニューにデザイン設定というところがあります。はい。そうすると、アイキャッチ画像直後のプロフィール、記事の終わり部分のプロフィールって2箇所ですね。表示、非表示って切り替えることができます。ではい。ちょっと記事のサンプルを開けていただくと、一旦これね、表示、非表示ってしてあげると、はい。まず上のところが消えました。で、記事終わりのプロフィール部分なんですけども、これも表示ってしてあげると出てきますし、非表示ってやると、パッと消えます。だから、まあ、記事の終わりだけでいいなって方は、記事のね、終わり部分を表示にして、まあ、記事の始め部分のね、方だけ出していきたいなって方は、記事の始めの方の、こちらを表示と。いう感じにして、こう回答してみてください。はい。以上でですね、今回はですね、ワードプレスのテーマ、ジラフのプロフィール部分の設定方法を解説しました。以上です。